TV スポーツえっと2022年は、まあ、メジャー優勝を目標に。 あの取り組んでたのでまあ、優勝できずに今年も勝てなかったかっていう気持ちで1年終わったんですけどあのまあ、4月に、えー、優勝することができたので自分的には70点ぐらいだったかなと思います開幕を海外で迎えて、えー、結構自信満々で日本の開幕戦を挑んだのがティーポイントだったんですけど、まあ、その時に勝てなかった悔しさがすごくあって そこから比較的早く勝てたので。なのでシーズンを通して、こう自信はこう失わずに、戦えたのかなって思っていて。まあ、そういう意味では、あのスタジオアリスの優勝っていうのは。自信がある中での優勝だったので。メンタル的にもすごく、大きい優勝だったかなと思います。やってましたけど。その時の気持ちはいかがですか。言ってましたかね。<の>本当ですか。<laughs> あ、本当ですか。ああ、えっと。<laughs> すっかり忘れてしまいましたが。あのー。 こう結婚前も後もこも変わらずに自分のゴルフに集中させてくれる環境を、まあ、作ってくれてるのでそういう意味ではあのなんか大体、結婚すると勝てないとか言われたりするのでなんかそういう思いをさせずに住んでよかったなっていう風な部分と、まあ、あの本当、練習に集中させてくれてた分ありがたいなと思ったんだろうなとその時は思います。<laughs> <laughs> はい いやあんまそんな感覚ではないんですけどただ、優勝争いを取りこぼしたなっていう気がすごくしますね。あのまあ、特に最終戦らへんも優勝争いは何回かさせてもらったんですけど勝ちきれなかったですし最終日トップで出ていって勝てないっていうのはやっぱすごく悔しいですしダメージも大きいのでー勝ちたかったなという気持ちは大きいですね。 でもやっぱりこうプロずっとやってて本当に嬉しい瞬間って一瞬で基本的には9割以上が苦しい悔しいっていう思いの中で過ごしてるので、まあ、そういう部分では逆に通常通りというかあんまりこう,うわ悔しさが溜まってるなとかもう苦しいなっていう気持ちであのいっぱいにはならないというかそれが普通だなっていうふうに思ってます。 えっとまあ、まずショットに関しては、あのまあ、切り返しという部分を、えー、テーマに、えー、なるべく静かに切り返しができるようにというところと、えーまあ、フォローでなるべく高く抜けずにこう体の近くを通りながら、えー、低い位置に抜いていけるようにというポイントを、えー、大事にしながらご自身では、そういうこっちの生活とかってどんな風に思われますか いやまずストイックででは全然ないですあの本当に不器用というかあの何でもスポーツはできてたタイプなんですけど意外と器用貧乏なのでやっぱり同じことを常に反復して練習しないとなかなかこう自分の癖をコントロールすることができないなっていうのを、まあ、何年もゴルフしていて身に染みて感じているので。 なので必然的に上手だったら球数打たなくて済むんですけどあんまり上手じゃないのでどうしても球数が必要だったり人よりも考える時間が多くないとあのそううですねなんかこういいショットが打てなかったりっていうのが多いのでストイックに見えているだけであの全然ストイックじゃないですし本当は練習も全然うまかったらしたくないんですけど。はい、ただまあ その下手なのが必ずしも悪いわけじゃないなっては思っていて、まあ、下手だからこう練習も頑張りたいなっていうふうな気持ちではあのいつもいますし下手だったので多分ここまで長く続いているのでできたってならないのは、まあ、ある種下手だったおかげかなっていうふうに思うので悪いことばっかりでもないなと思いますけどあの器用だったり。 一回でで、きたと思っててて継続ししやれる人は、練習そんんななにしなくていいすごいう嬉しいです。見てもらえるっていうのは何よりもモチベーションが上がりますしあのやっぱりこういいショットとかスーパープレイみたいなのってその,その場にいる人と一緒に雰囲気を作るみたいなところが絶対に必要不可欠だと思うので。 逆にああーっていう声を出させてしまったときは自分もああーってなりますけどでもやっぱり見てもらって後押ししてもらえることが本当にこう試合をやっている以外のこういうオフの時のモチベーションにもすごくつながっているのでたくさんの人に来てもらいたいなと思いますまあ自分のモットーでもあるんですけどやっぱりチャレンジし続ける姿を見ていただけたらなと思います。もちろん優勝っていう姿が一番 あの見ていただきたい姿なんですけどでも1人しかそれは難しいのであの、まあ、そこは狙いつつもいろんなところからやっぱりチャレンジし続ける姿勢っていうのを見てもらえると嬉しいですしあの楽しんでもらえるかなというふうに思います。